元気出していこう。てっちゃんねる200回記念スペシャル。イエーイ。これミレニアム祭って言ってるんですよ。言えてない。ミレニアムが1000年でしょ、ね、1000年祭りなんですよミレニアムが、はい、でこれ3周年やから、はい、ミニミレニアム祭り。もうわざわざ自分で言いにくい言葉を設定して綺麗に噛んだというね。はい、元気出していこうてっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学名誉教授で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。この大阪城公園と大阪から関西を盛り上げようという番組です。はい、今日も最後までお付き合いください。この番組は小野薬品工業の提供でお送りいたします。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。はい、改めまして OBC ラジオ祭り2023大阪城公園太陽の広場から公開録音でお送りしています。ほんまに太陽の広場やな。夏みたいな暑さの中、たくさんのリスナーの皆さんにお集まりいただきありがとうございます。それでは今日のテーマを発表してください。今日のテーマは岩田実さんのお話を聞いて大阪関西を元気にということでやりたいと思います。はい、本日のゲストは阪神タイガース元投手で野球解説者の岩田実さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アミルさんこう見えてもね、あの野球音痴なんですよ。でもあの野球選手の方の肉体は好きです。あ、そっちですか。そっちです。現役引退されても、はい、かっこよさはキープされてますよね。全然ですよ。ほんまですか。はい、もう現役の時の方がやっぱ太ってました僕は。え、そうなんですか。はい、筋肉太り。そうですね。全くトレーニングしなくなって、はい、10キロぐらい落ちたんですけど、はい、ちょっとずつまた増えてきてるんで、はい、危ないです。何が戻ったか分からへん。分かんないです。ね、まあ、練習も何もしてないんで、ね、では改めて岩田さんのプロフィールをもう皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、うん、紹介させていただきます。岩田実さん1983年大阪のお生まれです。大阪桐蔭高校から1型糖尿病を抱えながら関西大学野球部を経て阪神タイガースで16年間にわたってプレー。2009年には WBC の日本代表にも選ばれまして、うん、通算成績は200試合に登板し60勝82敗防御率 3.38。 2021年限りで現役引退されまして解説評論活動と並行しながら阪神球団のコミュニティアンバサダーを務めていらっしゃいます。うん、はい、これあの通算でね防御率 3.38 ってすごい数字なんですよこれね。でも、うん、意外だったのが高校時代から1型糖尿病と戦ってらっしゃったっていうのは、そうです、ね、僕高校2年生から発症してまして、まあ、その時はむちゃめちゃ大変でしたね。やっぱ病気のこと知らないし、はい、理解するのにも、まあ、多少は時間かかりましたね。だって桐蔭高校の野球部って言ったら競争も激しそうでしょ。そうですね、今となればね甲子園出てプロになってっていう、はい、多分思いを持った子が入ってくるんですけど、はい、僕たちの時はやっぱ一番は PL 学園だったんですよ。うん、PL を倒したいやつらがこう集まるようなところで、はい、まあ、僕が1型糖尿病になってしまって背番号1番つけてプレーしてましたけど、まあ、甲子園にも出れず、まあ、夏の大会ほんま1人も投げてない消化不良で終わった高校野球でしたね。分かったきっかけは何だったんですか。あのね、めちゃめちゃ痩せていったんですよ。はい、年末の時ぐらいから徐々に痩せ始めて本当にしんどなって病院に行ったのは1月ぐらいなんですけど、その時年末からちょっと我慢して、そうですね、はい、でめっちゃ痩せてたんですけど、まあ、トレーニングをやってるからかなと思ったんですけど、うん、トイレにも近かったですし、うん、喉もめっちゃ乾くし、うん、ですごい疲れるし、10分に1回ぐらいのトイレのペースで行ってたんで、うん、なんかおかしいなって思って病院に行ったら、あ、そうじゃない、はい、糖尿病って1型っていうのと2型っていうのがあるんですよ。YouTube で聞いてもらったらね、あの坂野もって何回か前に糖尿病の専門家と、
あのトークができてるの、ね、で見てもらったらいいと思うんですけど、うん、ほとんどが2型糖尿病なんですね、うん、で2型糖尿病で生活習慣 の, あの乱れとかあのそういうことで、まあ、肥満が伴って起こってくるような糖尿病なんですけど、はい、1型っていうのは全然違ってて、自分が悪いわけじゃないんですよ、うん、勝手に体がその膵臓からインシュリンを出す細胞を攻撃してしまってインシュリンが出なくなっちゃうんですよね。糖尿病の中でも特殊な形なんですね。原因はねまだはっきり分かってませんけども、例えばウイルスが関係するとかそういうこともありますし、あの自己抗体って言ってあのなぜできるか分からないですけども、抗体っていうのは敵を攻撃するために生まれるんですよね。例えばウイルスが入ってきたらウイルスに対する抗体ができる。だけども自分の細胞を敵と間違ってしまうような変化が起こってしまう、免疫異常ですけどね。でそういうのが膵臓のそのインシュリンを作る細胞を攻撃してしまうと、インシュリンが出なくなってしまって、うん、もう全くあの血糖が下がらない。本人の努力ではどうしようもならない。そうなんですよ。入院されたりしたんですか？入院しました。1週間だけなんですけど、うん、まあ、そこで、血糖値を測ることが始まって、食事のたんびのインスリン注射っていうのをそこから始まったんで、うん、で理解っていうのも、うん、ね、岩田さんが高校生の時代だったら、うん、周りの同級生 も全然知らないです。分からないですよね、はい、1型糖尿病ってやっぱ血糖値のコントロールが難しいんで、うん、高血糖になることもあれば低血糖になることもあるん で、うんうん、で低血糖の時って補食をしないといけないんですよね。食べないといけないんですね、はい、食べて血糖値を上げないといけないんですけど、はい、みんなが練習してる時に僕がベンチ裏で一人だけ食べてたんです、うん、でそれを食べてるとお前何一人であの甘いもん食ってんねんみたいなとかをよく言われました、うん、あだそういう誤解をね受けて苦労したと思います、うん、いちいちそれを説明するのもね、まあ、大変なんですけど、ね、でも説明しないと理解してもらえないしみたいな、うんうんうん、はい、まあ、そういうこともあってその1型糖尿病の啓発活動というんですかね、はい、あのそれを知ってもらおうという活動をされて、はい、されたしたんですよ ね、はい、まあ、そのきっかけになったのも高校卒業する前に、うん、僕は社会人野球の内定もらったんですよ、うん、はい、そこに行けるもんやと思ったんですけど、うん、夏の大会が終わってから、まあ、1型糖尿病からいらんって言われて、うん、すごいそれがもうめちゃめちゃ悔しくて、はい、絶対その企業よりもええとこ行ったろう思って、はい、で親に頭下げて、大学進学に方向を変えて、なるほど、俺をそういう扱いしたことを後悔させたろう思って、うん、後悔してるでしょうね、かなりしてるでしょうね、かなりしてる。そういうなんか負けん気みたいなものが力になって、あ、もうそれは間違いないですね、うんうん、いやでも同じね、1型糖尿病の人が本当に元気もらえますよね。そこからやっぱり大阪出身の野球少年としては阪神タイガースに4球団ほどそのオファーがあったんですけど、はい、まあ、なぜタイガースを選んだかといったらやっぱ病院変えたくなかったんですよ、はい、だから大阪に残ったんですよ。一回学生1回生の時かな、で病院を変えて、はい、血糖コントロールがめちゃくちゃ乱れた時期があったんですよね。その経験があったからそっちのストレスをなくした方がいいかなと思って、これはインスリンの注射を何時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 に打てば安定されるっていう簡単なものではないですね。ないんですね、はい、毎回食事が違ったりとか遠征で地方行ったりとか、うん、生活リズムも1軍だったら夜がメインだけど2軍だったら言うたら朝から動いてるという、その時間帯も変わってきますし、プロの投手になられて、はい、公式戦で1勝するたびに10万円を糖尿病の研究の費用のために寄付されていた、はい、何かね、やっぱ自分がやっぱ活躍することで、あ、岩田は1型糖尿病だ、うん、でも野球できてるんだって思ってもらえたら、うん、すごいそれだけでプラスじゃないですか。そうですね、やっぱもっと1型糖尿病をいろんな方に知ってもらいたいっていう思いから、うん、そういう活動をちょっと始めましたね。治療っていうのは今も続けて、そうですね、今も行ってますね、うん、毎月1回、はい、診察行って薬出してもらって、はいはい、インスリンの注射ももう自分でやるので、今日もそこでお弁当を食べさせてもらったんですけど、はい、その時に普通に打ってっていう、はい、それももうあえて隠すことなく、そうですね、僕は隠さないですね、うん、発症した時はインスリンの時間帯というかその30分前に打たないといけない薬やったんで、一番最初は授業の抜けてトイレに行ってやってたんですけど、はい、なんかその抜けることもなんか面倒くさくなって、うん、ここで打ってええやろっていう開き直ってやりました、うん、まあ、それがあってもう突っかかってたものがスッて取れたんで、ああ、もうこれでいいわと思って、お腹にこう短い針が出てるんですけど、それをポンと刺してで注入するんですけどね、うん、
会社も岩田さん立ち上げられたんですよね。はい、立ち上げましたね、はいはい、2年目になるんですかね、はい、まあ、1型糖尿病の支援活動というかそういうのをちょっとメインでやりたくて、うん、今までそのプロ野球選手をやりながら2ヶ月のオフの期間だけしか動けなかったんですよね、はい、すごい2ヶ月しかないんですけど翌年の2月からまたキャンプが始まるんですよ、うん、っていうことはその前に体を作っておかないと出遅れちゃうんで、はい、実際1ヶ月も休みないんですよ、ね、うん、それがなんか中途半端に感じてたんですよ、うん、自分は支援したい何か活動したいって言ってる割にできてないなって思いがあったんで、うん、まあ、引退してからはそっちのことをメインで動けるように今は動いてますね。1型糖尿病の啓発で患者さんへの支援活動なんかを目的にされたファミリーデザイン、ファミリーデザイン M で動いてます。 M はどういう意味なんですか？ミノルの M です。あ、ミノルの M、はい、シンプルに引退する際に応援してくれた方、そういう方もうみんなビッグファミリーですって言ったんで、はい、もう家族っていう言葉がすごい大事なんですよ、僕の中で。あ、それでファミリーです、はい、でファミリーなんですけど、そのデザインっていうのは、はい、まあ、自分が動くことによっていろんな色をがつくし、いろんなことが動いていくな、うん、じゃあこれってデザインすることじゃないんということから、うん、まあ、デザインという言葉をつけて、なるほど、で最後はもう取ってつけたようにミノルの M をつけました、はい、もうね、あっという間に時間が経ってしまって、おますね、残念、まだまだ話していたいんですけど、話足りないですね。今後の抱負を最後に、はい、まあ、阪神タイガースがね今年日本一になりましたし、まあ、僕はそのタイガースが黄金期が来るんじゃないかなと思ってます。 そうですね、でそのタイガース、うん、多くの方に知ってもらいたいんでコミュニティアンバサダーとして、はい、いろいろ動いておりますし、その傍ら、1型糖尿病の啓発活動を全国飛び回っていろんな方にお会いしていろんなこと聞いていきたいなと思ってます。またメディアの方もねたくさん取り上げてもらえたら目につくと思うので、うん、それから始めるのも一つの手かなと思いながら今行動してるので、うん、はい、そうですね、てぃちゃんいかがでしたか？いやもうあの感動しました。私ももう本当にずっとね活躍続けていただいて、うん、それで1型糖尿病を啓発をね、はい、進めていっていただいたら我々も全面的に協力したいと思いますし、ありがとうございます。またあのラジオの方でもね取り上げたいと思います、はい、ね、またてっちゃんねるともコラボで、はいはい、協力させてください。はい、ありがとうございました。ということで今日は岩田実さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品、元気出していこう。てっちゃんねる。番組では皆さんからのお便りを募集しています。メッセージをご紹介させていただいた方にはてっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本を差し上げます。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2でてつアットマーク OBC1314.CO.JP、 ファックスは 06-6577-0301、 おはがきは郵便番号 552-8501、ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらでお待ちしています。また健康にまつわる川柳もお待ちしております。そして番組の YouTube チャンネルでは過去の放送をすべて聞くことができます。スタジオの様子もショート動画で公開しておりますから、ぜひチェックしてみてください。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島アミルでした。それではまた来週。この番組は小野薬品工業の提供でお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。